ラー親父チャンネル。こんにちは、モデラー親父モデオです。本日も M551 シェリダーの制作を続けていきたいと思います。今回は主にフィギュアの塗装をしていきたいと思います。こういった具合に持ち手をつけまして、塗装しやすい状態にしてあります。頭部や腕をつけない理由としましては、どうしてもねパーツがくっついた時にその間の部分っていうのはね塗装がしづらくなりますし、特にこのね腕の部分とかマスキングがしにくくなったりもしますので、まあ、別々に塗装して合わせる方がねいいかなと思っております。合わせ目のパテ埋め、そして接着痕を消すためと、塗装のねノリを良くするためにタミヤのサーフェイサーライトグレーをね塗装してあります。ライトグレーにした方が肌色のね発色は良くなりますので、ライトグレーの方がねいいかなと思ってます。基本的にはこのねフラットフレッシュを塗装しまして、上からねうっすらとこのフラットブラウンを塗装して、肌の色をね調整したいと思います。混ぜてしまうよりは後からね塗り重ねる方が少し日焼けした肌色にね表現がしやすいと思います。ヘルメットはこのねオリーブドラブを使いますし、そして迷彩服にはオリーブグリーンをね使っていきます。まあ、かなりね近い色ではありますよね。そして迷彩服の一部にはですねフラットグリーンを使うという指定があるんですけども、まあ、フラットグリーンがなかったので、まあ、このねグリーンにフラットベースを混ぜて艶消しのグリーンをね作りたいと思ってます。それではねちょっとカメラを切り替えます。かなり溶剤で薄めたフラットブラウンになります。こんな感じですね。これを薄く肌色に拭いていきます。左のフラットフレッシュだけよりはこういった具合にねフラットブラウンを薄く拭いた方がですね人の肌感がね出るんじゃないでしょうか。続いて迷彩服のオリーブグリーンを塗装していきます。腕と首元はこんな感じで練り消し状のマスキングをしました。
それが上半身のベストの部分だけを残してマスキングをねしました。襟もオリーブグリーンに残したいのでマスキングをしてあります。肌色のね塗装が終わりましたので、墨入れ塗料のダークブラウンで肌に影を入れていきました。唇はフラットブラウンをですね溶剤で薄めたものでね塗っていっています。でちょっとねやってるうちに動画撮らずに楽しくなってやっちゃったんですけども、目もねもう入れちゃいました。で目もはっきり白く入れてしまうよりは溶剤で薄めたものをね入れてあげる方が本物の目らしいんじゃないかなと思います。あんまり白目がね白すぎてもちょっと気持ち悪い感じになりやすいですよね。アメリカ人を想定しまして、クリアブルーを少しこうね塗った中に点を入れる感じでブルーの、瞳をねつけました。まあ、結構ねフィギュアで顔描くのが一番難しいですよね。ではバラバラに塗装を行っていたこのねパーツを一つに合わせていきたいと思います。続いては墨入れ塗料の黒で墨入れをねしていきたいと思います。結構ね造形はよくできているんですけども、よりね際立たせた方がいい影の部分をね作っていきたいと思います。しっかり筋彫りされたようなものとは違いまして、墨入れ塗料が隙間にこうヒュッと走っていく感じはないんですけども、なんとなくねこれで影をね作っていきます。少し多めに塗っちゃってもいいんで、後からね溶剤を染み込ませた綿棒で拭き取ればそれらしくなるんじゃないかなと思います。側面や下側、そして服のねシワなんかのところに塗るといいと思います。やはり単調だった塗装に対しまして、ちょっとこういったね汚れみたいな陰影も入るとよりディテールがねアップしてきた感じがしますね。で後ほどこれね乾かした後に溶剤を含ませた綿棒でねまた拭きたいと思います。はい、それではエナメル溶剤を綿棒に染み込ませます。まあちょっとね多めについたところとか、本来であればハイライトで高い部分ですね、そこは暗くなるというよりは明るくなりますので、そういった部分をね中心に拭き取って、影の部分だけに墨入れ塗料をね残していくイメージで拭き取ります。続いて影を入れた後には今度ねハイライトを入れたいと思います。使用するのはタミヤのウェザリングマスター E セットですね。今回はこのグレーを入れていきます。立体的に飛び出ている部分ですね、こういう角にこのねグレーを塗ることでよりディテールがねはっきり陰影がしてくると思います。どうですかね、はい、
はっきりと服のシワ、こう陰影もね出てきますね。ちょっとねつきすぎたなと思ったらハケの方でこうやって落とすと少しね落ちます。この腕の部分もやっておきましょう。そしてね上半身のベストに関しましてはこちらのグリーンでやってみたいと思います。このねグレーだとちょっと強すぎるかなと思うんでね、このグリーン色がいいんじゃないかなと思いますね。やはり上半身に関しましてはね緑の色が濃いのでグリーンのねウェザリングマスターでやった方が良さそうですね。こういった具合にねちょっとつきすぎかなと思うぐらいで十分だと思います。でこの後にねちょっとこうティッシュなんかでなじませるとちょうどいいと思いますね。そして肌色に関しましてはこのイエローでハイライトを入れていきたいと思います。そしてスポンジもですね別なものを使った方がいいと思います。最後にインカムをつけて完成としたいと思います。フィギュア作りって結構ね苦手な方が多いと思うんですけども、私もその一人でそんなにね得意な方ではありませんが、塗装するだけではなくこういったねウェザリングで、仕上げるとそれらしくね見えてくるというのもあると思います。それでは引き続き M551 シェリダンを制作していきますので、よろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。高評価ボタン、コメントもいただけると嬉しいです。